皆さんこんにちは。ただいまから、豊見城市役所内部における、市長と特別職からの、パワーハラスメント等実態把握調査特別委員会を開会をいたします。それでは、委員の皆様、貝箱開封速報の集計作業を開始してください。ただいまカウントした中で、投函された封筒の数が130件、そして自分が本人がパワハラを受けたかという問いに対する、受けたが26件で、自分は受けていないまたは無記入記入なしが104件、両方足して、投函された数の130件になっております。で次の、段階ですけれども、受けたの、ものが第一集計班のところでさらにカウントをしてまいります。で受けてないは第二集計班でカウントをしてまいります。では私委員徳本から委員長へ報告をしたいと思います。我々第一集計班では91のパワハラを受けたと、直接ご自身が受けたということの集計をさせていただきました。そのうち誰からという問いに市長から受けたという方が22件、副市長から受けたという方が8件、教育長から受けたという方が0件、教育委員から受けたという方が1件、その他が3件でございました。と疑問点は0ですね。複数人はこの市長副市長教育委員の多岐にわたるんですけど、全部で8件回答がありました。ではその次です。問い5、そのうちご自身も受けたが、その他の方がそのパワハラを見聞きした、見た聞いた相談を受けたということの件数の報告をします。25件が見た聞いた相談を受けたありの回答ですね。でなしが1件で、記入なしが0件です。で続いて問い10、そのうちの中で参考人として委員会に出ていいとおっしゃっている方が5件であります。以上報告です。はい、第二集計班の集計結果を報告します。問い9、5、見た、聞いた、相談受けたの部分で、相談受けたありと答えた方が66件、なしと答えた方が28件、無記入の方が10件、
その中で見た聞いた相談を受けた方々の中から3件が参考人招致に記名をしております。以上であります。ただいまご覧のとおり、速報値集計までの一連の作業が終了いたしました。これより結果の報告をいたします。まず班長級以上の職員165件の問いかけに対して回答があった数は130件、これは 78.78% の回答率でございます。次に、クエスチョン1の、自身がパワハラを受けたは、26件で、20% でございます。そのうち市長から受けたのは22件、副市長から受けたのは8件、教育長から受けたのは0件、教育委員から受けたのは1件、その他から受けたのは3件、複数人から受けたは8件でございます。クエスチョン5の自分自身以外の人がパワハラを受けているのを見たり聞いたり相談を受けたりしたことがあるかの問いに対してあると答えた職員が25ではなくて91件です。でないと答えた職員が1件ではなくて29件となっております。未記入は0件でございます。そして、最後にクエスチョン10の回答者自身が参考人として参加をし実情や体験などを報告することが可能であると自身のお名前を記入し回答したものは8名となっております。以上で開箱開封速報値としての集計作業を終了いたします。要はこの数字は何を意味するのかっていう、これでイコール関係で事実、これでイコール事実があったということの認識なのか、委員会として、それともあくまでもこの回答があったっていうだけで実際の事実があったかっていうのは、例えば弁護士とか他の人入れるのか、これから、これ議会があったという判断をしていいのかどうか。まあ基本は議会でパワハラの事実があったという何ていうんですか、決断というか、そういったことはできないと思います。で今後この、アンケート結果を持って、どうするかというのはまだこれからの検討事項ですね。で、まあ、これは付属機関ということでちゃんとしっかり、市長副市長等特別職のパワハラの真相究明ということですので、そのような、はい、数字はその数字だと、それが事実だということで認識をしてますけどね。この数字についてどのコーナーのコメントをちょっと写真を撮りたいと思いますけど、このアンケート自体をどうする扱いはこれから検討する。中身についてもですね、やっぱり詳しく精査していく必要があるだろうと思うし、まあ、委員会に出て証言をしてもいいという方もいらっしゃいますから、その中でもいろんな質疑がなされることと思いますのでね、それを踏まえて今委員長が言ったように、付属機関による第三者委員会の具体的な特別委員会ではパワハラの認定は当然できませんので、そこにつなげていくということが本委員会の目的だろうと思うんですね。この結果を第三者委員会につなげるってことですか。まあ、
今は特別委員会 の議論の中を通してですけれどもね。このアンケート結果を受けてどうのこうのというのはまだ検討していません。検討、まあ、検討、これから扱いをどうですか、検討すると。はいはいはい。真相究明であれば、真相究明が目的であれば、最初からこの第三者の人を入れとけば、もっと信憑性も高くて、逆に言うと、こう議員の皆さんだけで動くと、やっぱりこう 市内外問わず、ある種の清掃に見えてしまうという声も上がってるんですよ。だからこの数字をもっと活かして、例えば実際に受けた人が苦しんでる人を助けるとか、そういう目的であれば、最初からもっとこうスタートの時点で第三者を入れて、さらにこの信憑性というか高めることが逆に真相究明じゃないのかなというふうにも思うんですけど、うん、まあこの辺は今後検討事項ですね、うん、まあちょっと似た質問かもしれませんか。例えば実際そういうことがあったのかどうかを調べるということであれば、じゃあ具体的に何月何日どこで誰から誰にというのが重要になってくると思います。でその場合、そのいわゆる被害を受けたと主張している人も呼んで、例えば市長とかも呼んで、参考人招致とか市長とか副市長とか教育委員とかも呼んで、お互いの主張を確認するということになるのでしょうか。うん、多分そうなると思います。実際証言してもいいよという方が8名いるということが今日判明しましたので、うん、その中から全員が証人として来ていただけるか分かりませんけど、市長はこっちから委員会として参加できるかできないか確認を取って、できるのであれば参考人として実際に証言してもらうと。でその結果を受けてまたじゃあどうしようかなと次の段階に移ると思います、はい、次の段階というのはいわゆるその実際、加害したと主張されている側、例えば市長なり副市長なり教育委員なりとかをということですよ。まあそれもあります、ね、それは、ね、今後の課題ですよ。今後の課題ですね。いわゆるここの特別委員会の中では認定はできませんので、この被害を受けたと申し立てている職員の声をしっかり聞くということと同時に、その後特別委員会として具体的に何ができるのかについてやっぱり議論をねやっぱり深めていく必要があると思うんですね。市長副市長を呼んで水かけ論をねやっても私は仕方がないと思っていますので、そこはまた委員会の議論にですね委ねて、どういうふうな形でこの問題を解決していくのかということをですね、委員会として議論を深めていきたいなと思いますね。市長も呼ぶ方向性ではあるということですか。ご主催呼ぶということを決めているわけではありません。決めてはいないけど方向性として呼ぶ呼ばないは今後の特別委員会の検討課題です。そもそも論になってしまうんですが、先ほど傍聴委員長おっしゃってましたように、まあそのパワハラがあったかどうかを認定する場ではないという話だったんですが、であればなぜ開いたのかみたいな話になると思うんですが、そこはどう考えてますか。これね、はい、だから誤解してもらいたくないのは、はい、自分たちこの特別委員会は、はい、市長の足を引っ張るのが目的ではないと、はいはい、で複数の職員から実際にパワハラがあったよという窮状をですね、はい、議員の皆さんや他の職員にそういった証言というか、はい、相談があったということを聞いて、これじゃあもうちょっと大変だなと、はい、職場環境を整えないといけないなと、うん、職員が自信と自信を持っていい環境の中で、仕事させないといけないなということから、はい、まずはじゃあどうなのか真相を究明しようというのが起こったんですね。前回有志の会、まあ有志の会というんですか、市民野党会参加者だって有志の会でやった時はですね、市長から、被害を受けたというのが9件、副市長が4件だったんですが、今回だいぶ増えています。9から見る9から22というと相当数が増えてるんですが、これはどういう、うん、そうですよね、自分が被害を受けたのが26件あって、市長から受けたというのが22件あったんですよ。前回は9でしたので数がだいぶ違ってると思うんですけども、これはどういうふうに捉えてますか。これ委員長、中身まだ僕ら詳細見てないので、はい、総数でしか今言えないところがあるもんですから、はい、例えば、出向している職員、前回は出向している職員まで含めてなかったとか、いろいろ出先を包括した部分もあるので、分母が増えた部分もあるので、いろんなちょっと分析が必要になると思うんで、今回答はちょっとできないかなと思います。
委員長、今回のこの特別委員会なんですけれども、まあ、その市議の皆さんと職員の皆さんが嘘をついてと全く思わないんですけれども、いわゆる弁護士とかやっぱこう第三者が入らないと実際こう僕らの耳にもやっぱ清掃という声が途絶えてしまうんですよ。それはなぜかというとやっぱ政治家だけが関わるから、だからこれを一回やっちゃうと、例えばですけど、じゃあ市長が変わって、じゃあ保守系の市長になった時に、いわゆる革新側の市議が同じようなことでまたやって、仮にじゃあ職員何名かがまあパワハラを受けたということがあったら、ずっとこれの繰り返しになるんじゃないかなという、この方法論というか、首長が変わるたびにその野党がこうなんていうんですかね、こう職員が実際こういう相談をしてるから、じゃあ特別委員会やってアンケート取って、この繰り返しにならないかなっていう、そういう懸念もあると思うんですけど、だから第三者の目が必要かなと思うんですよ。だから第三者委員会の設置とか、それも今後の検討課題だと思います。先ほどおっしゃったみたいに、ちゃんとした第三者を入れて審議することもないとは言えないですね。これは第三者を入れて今後審議することも検討すると、まあだからさっきから言ってるように、被害者がこの特別委員会に参加して証言して、これが8名承認して証言していいという職員がいますので、そういった方々を呼んで、証言の中身によってはいろいろ対応が違ってくると思いますね。検討するかもってことですかね、第三者に。第三者入れて審議も検討はする、まあ、検討課題というか、検討課題、これを選択肢から排除することはしないってことですよね。これはもう問題解決の糸口ですので、これで全てがおしまいということじゃないのでね。つまりその誰が認定するかってことだと思うんですけど、ね、そこが難しいと思うんですよ、うん、誰がパワハラがあったっていう事実を認定するのか、だから立ち上げた段階からパワハラがあったという事実を認定するための特別委員会ではなかった、うんうん、ということが始まりですね、スタートですね。ちょっと、まあ、議論を蒸し返すような感じだと思うんですが、これ多分市の職員が嘘をつくと私も思わないんですが、例えばセクハラパワハラもそうなんですけど、ちょっと難しいのは、要するにその被害があったと主張、いわゆるその、まあ、仮にですね、虚偽の発言をしたする職員の子がいた場合、まあ、それを虚偽と認めるのも、嘘の発言とかですね、実際ありもしないことを言った場合、まあ、言ったもん勝ちになってしまわないかというふうな感じも若干あって、その辺がちょっと危うさみたいなのを感じるんですけど、それはどういうふうに考えていらっしゃいますか。だからこれも今後のいろんな証言とか、はい、またアンケートの中身とか、はい、それによって判断するしかないんじゃないですかね。まあ、では事実認定の場ではないんだけども、まあ、とりあえず職員からそういう訴えも寄せられているので、市議の皆さんに、ね、寄せられているので、真相を究明したいということで始めたと。で、認定しないといけないということになれば、まあ、そういう第三者委員会たち、例えば弁護士とかそういうのを交えた、そういうのも必要になってくるかもしれないなと考えているということですかね。まあ、検討、はい、課題ということですね。だからそれも議論の中で、はい、アンケートの中身を精査しながらね、はい、それも排除しないということですよね。私はちょっとこう専門家に事前に聞いてみたんですよ。仮に、まあ、この今日この開封するよりももっと前に、仮にじゃあ市長などからパワハラを受けたという回答があった場合に、これはパワハラがあったという認定になるのか、じゃあその人はいや、これはアンケートの回答だけにならないと、じゃあどうやったらパワハラがあったっていう認定になるんですかって、その人はもう被害者とかが裁判を起こすしかないと、つまりもう司法に委ねるしかないわけですね、パワハラがあったかどうかの認定を。だから逆に言うと、それだけセンシティブな問題だから、こうなんていうんですかね、こうスタートが早すぎたんじゃないかっていうふうにもちょっと見えるんですけど、もっと第三者をやっぱり含め、もっと慎重にやったら、まあ、いわゆるこう実際苦しまれている職員の方の救済にももっともっとつながる、今もつながってると思うんですけど、さらにもっとつながるのかなと思うんですけど、本当は司法レベルのもう最終的な話で、まあ、それはもう議員の皆さんも全部承知してます、うん、実際パワハラ受けたという方が裁判を起こした方が早いんじゃないのかというような話も、いろいろ、まあこれはいろんな議員がそう思っていると思いますけど、
まあ、これはもうでもこの個人の判断で、うん、委員長、市議と職員が嘘をついてるっていう前提の質問ではないですので、あくまでもやっぱ誰が認定するのかっていうのは非常に大きな問題だと思うので、ちょっといろいろ質問をさせていただきました。そうなると、やっぱりそこをちょっとまあ全体でもっと考えないといけないのかな。誰がっていうのは非常に大事だと思うんです。もちろん被害者のためにとっても誰が認定するのか、これあったってっていうのがもうちょっとなんか寝ないといけないかな。いやもう別に先ほど言ってるように清掃の部分もしたくないし、でもやっぱ外から見るとそう見えちゃってるわけですよ、ね、非常に申し訳ないですけど、まあ、そう見えたとしてはそれは豊見城市議だけで政治家が動くとそう見えちゃうわけですよ。取り組み方含めてね、検証する必要があると思いますけれども、まあ、私たちはもう開かれた職場づくりをどう進めていくかという、その一つとしてのアンケート、ありがとうございました。